朝鮮語朝鮮語新鉄時法朝鮮語新鉄時法は朝鮮民主主義人民共和国成立前の北朝鮮において朝鮮語文研究会が1948年1月15日に定めた朝鮮語の聖書法である。ここでは朝鮮民主主義人民共和国の現行聖書法である朝鮮語規範集と異なる部分を中心に記述し必要に応じて 朝鮮総督府による温門哲字法、朝鮮語学会による朝鮮語哲字法統一案と大韓民国の現行聖書法であるハングル聖書法との違いなどについても言及する。南北の言語的な最前般については朝鮮語の南北関西を参照。朝鮮語新哲字法は1933年に、 朝鮮語学会によって制定された朝鮮語鉄字法統一案の批判検討に始まったとされており、具体的には朝鮮語鉄字法統一案で行われた形態主義をより一層徹底させる形となっている。分断国家成立前の38度線以北では1947年2月5日に北朝鮮人民委員会の175号決定により、 朝鮮語文研究会が組織され、朝鮮語の研究が進められた。この組織は南北分断下にあって、南の朝鮮語学会のような役割を担うべく、38 0紀北の朝鮮における言語研究を担う組織として創設されたものと推測される。朝鮮語新鉄時報は朝鮮語文研究会内で整備が進められ、 1948年1月15日に発表された後も引き続き言語学者らの検討を加えられた。朝鮮語文研究会は理滑路、後期文など解放後に北に渡った言語学者が合流して1948年10月に再編されるが、1949年7月26日の第十回専門委員会では朝鮮語新鉄時法についての報告がなされ、 その正当性が再度確認されている。その後、1950年6月に一部条項の修正が行われた。朝鮮語新哲字法は、総論、各論とからなり、各論は五章64項からなる。章の構成は以下の通りである。章の構成は、朝鮮語学会の朝鮮語哲字法統一案を踏襲する形になっており、第三章までの構成と章。 私の名称はほぼ対応している。第4章以降は若干の構成変更がある。6字母の使用例字母の数は42としている。新因母はノート字母を正式な字母と認め、母音字母は合成字母のうちの7つのみを正式な字母と認めている。ただし、文字改革以前においてはを用いることができるとしている。突起すべきはこれらに加えいわゆる 六字母と呼ばれる字母、六つを新たに創作したことである。字母の順序は以下の通りである。字母の名称は北の現行聖書法のようにの形を用いて機械的に作っている。そのためはそれぞれとしている。またの名称の発音はとされている。得意なのはノート字母についても同様に名称を与え、修正にを認めている点である。 六字母の名称という由来は以下の通りである。絶足音用に新たに字母が作られたことにより、従前のように綴られたものは次のように綴られることとなった。朝鮮後新鉄字法では変革用言を含めて形態主義的な表記法がより徹底され、同一の形態素は常に同一の形で綴ることにした。新たに作られた六字母は、 主に変革要言の表記に用いられた。朝鮮語鉄字法統一案以降、南北の現行聖書法では変革要言の音韻変化を実際の発音のままに綴ることになっているが、朝鮮語新鉄字法ではこれらを一つの字母で表記した。例えば、は、形が、となり、語勘末の修正、が、に交代する。南北の現行聖書法では交代した音の通りに、 綴るのに対して朝鮮の新鉄時報では単一の新音素を抽象し、それをで表記し、とした。五感の表記には、が用いられた。発音の上で、が脱落する場合においても、綴りの上で、が保たれた。以下、ないは、北の現行性処方における表記である。変革の表記には、が用いられた。この時母は、君民性音奏政治に存在した時母であり。 当時は、正門閉鎖音を表したと推測される。この字母は20世紀の聖書法ではすでに用いられなくなっていたが、変革の修正字母として再利用したものである。南北の現行聖書法において、変革用言は、音が脱落する場合に、修正字母を表記しないが、朝鮮語新鉄字法では、正革用言と同様に、を表記するものとされた。 その一方で、正確における連結母音を表記しないこととした。したがって、変革と性格は形を除き同様に綴られることとなった。変革の表記には、が用いられた。このジ母は、君民性音創生時に存在したジ母であり、当時は、死刑摩擦音、Z を表したと推測される。 この字母は20世紀の聖書法ではすでに用いられなくなっていたが、t あるいは音を表す変革の修正字母として再利用したものである。変革の表記にはが用いられたを規則要言として扱うことを定めた。なお、新鉄字法の理屈としては、従来はだけをとしていたが、新鉄字法ではだけでなくなどもと表記するように整理し、と同じようにも一つのグループとして、 成立したからは、もはや不規則要言ではない、とする。なお、の縮約型を、と表記することについては、本鉄字法上は明確な規定がないが、朝鮮語文法では、を用いている。表記としては、北南の現行聖書法と同様である。変革の表記には、五感と同様に、が用いられた。また、原則この、を、死因の前でも発音することを定めた。 したがって、変革は完全に五感として処理された。変革の表記には、が用いられた。五感末が母音で終わる母音五感用言のうち、形において、五感末音が、と融合し縮約されて、となるものは、半母音とみなされ、が用いられた。また、に続く音節末シーンは、修正として書かれず、直後に単独で書かれた。なお、 五感については、他の要言とは異なり、第二章で規立されている。なお、五感末が、母音、で終わる、母音五感要言の、形は、常に、と綴られた。この表記法は、音文哲字法と同様であり、北の現行聖書法に至るまでほとんど一貫している。ただし、形において縮約が起きない単語については、と表記された。五感末が、母音、で終わる、 母音互換要言は形において互換松音が脱落するがこれらは表記には反映せずそのまま合成母音のように表記された変革要言は形において互換松音が脱落するがこれらは表記には反映せずそのまま合成母音のように表記された原型表示のために新たな修正時が認められた方言型を表示するために 一部に特殊な修正時を認めている。方言形のための修正時は、朝鮮語鉄字法統一案では、が採用されていたが、上記の修正時もそれに習ったものとみられる。派生後について、現行の南北鉄字法では、原形表示の行われていない、より生産性の低い設置についても、原形表示が行われた。その一方で、犠牲、擬態後に、がついた子は、 南の現行性処方では、当該犠牲、擬態後に、または、がつきウルカ否か田舎によって、五根と設備字を分け、または分けずに表記するが、新鉄地方では、北の現行性処方と同様にいずれも、五根と設備字を分けずに表記した。また、修正が、であるごと別の語が合わさる際、音が、音として現れるものは、南北の現行性処方では、と表記し、 新鉄時法でも、当初同様の定めがなされていたが、改正により、と表記することとされた。合成語において二つの形態素管に、が挿入される場合、N 挿入が起きる場合、ノート化が起きる場合には、ゼ、音符と呼ばれるアポストロフィが付された。また、漢字語において、同様の現象が起きる場合にもゼ、音符を使用する、ことが許容された。この、ゼ、 音符は1940年の海底朝鮮後鉄字法統一案で用いられた、を符号化したものとみられる。ぜ、音符は朝鮮語鉄字法にも引き継がれ、朝鮮語規範集で廃止された。大元につく、は、南の現行性書法では、接続型で、集結型で、と表記されるが、新鉄字法では、北の現行性書法と同様、双方とも、と表記された。 漢字音の母音のうちはと綴った。この表記法は音門鉄字法と同様であり、北の現行性書法に至るまで一貫している。古等のは、いわゆる等音法則に従わず、のまま表記した。これは、形態主義の原則に従って漢字音を常に同一の形態で綴るようにしたものと思われるが、表記法としては音門鉄字法と同様である。 漢字音について、漢用音が通用しているものは、漢用音を認めている。ただし、と発音されうるは、南の表記とは異なり、原音ので表記するとしている。また、現行聖書法とは異なり、のような固有動かした語彙の表記に関する例外、規定はない。朝鮮語新徹字法は6つの新たな字母を用いることが最大の特徴の一つであるが、この6字母は、 実質的に流布することがほとんどなかった。朝鮮語文研究会が1949年から1950年にかけて発行した学術雑誌朝鮮語研究の記事一つとってみても、六字母が用いられた記事は、聖書法解説や質疑応答など編集部の執筆によるごく一部の記事に限られており、個人の執筆した記事では六字母はほとんど用いられていない。 したがって、この時期の表記法は六字法を用いず、変革要件の表記法は朝鮮語鉄字法統一案に従っている。一方、古藤のの表記法や、是、音符など、その他の規定は朝鮮語新鉄字法に従った。六字法を最大特徴とする朝鮮語新鉄字法が廃止された原因の一つには、金査作の失脚が絡んでいると見られる。 金佐佐具は解放後の北の朝鮮語学会において強い影響力を持っていたと見られ、朝鮮語新鉄地方の制定に際しても主導的な立場にあったと推測されるが、朝鮮戦争後の延安派の粛清に伴い失脚した。1950年代の雑誌においては、六時を厳しく批判しつつ、これらの失策を金佐佐具の責任としている。ありがとうございます。